前後ライトデザイン変更。ホンダは、水冷4ストローク OHC4 バルブタン気筒エンジン。249立方センチメートルを搭載する軽二輪スクーター。フォルツァの仕様と外観を一部変更し、2022年12月22日に発売する。フォルツァは、2000年に初代モデルが発売されて以来、スタイリッシュな外観に、 充実した装備や、優れた利便性を兼ね備えたシティコミューターとして、通勤やツーリングなど、幅広い用途での使い勝手の良さで支持されている。今回、ヘッドライトとテールランプのデザイン変更に合わせ、ヘッドライトガーニッシュ、フロントサイドカバー、ライセンスライトカバーの形状を変更。 さらに、メーターパネル内の中央液勝部を大型化するとともに、スピードメーターとタコメーターの外周に銅行リングを採用するなど、より洗練されたデザインとなった。また、最新の排出ガス規制である平成32年、令和2年、排出ガス規制に適合する改良を実施した。カラーバリエーションは、都会的で洗練された印象を、 引き立てる、パールスモーキーグレート力強い印象を引き立てる。マットガンパウダーブラックメタリックの全2色を設定。価格、税込みは69万1900円。